こんにちは、カウンセラーの山本恵美里です。今日は私の人生の中に嫌な人がいないのはもしかして私が嫌われていただけみたいなお話をしたんですけど、その中で子供のね教育の話もあるんだけど、最近そのうちの近所にその男の子っていうか娘のクロエさんの上の子の友達の男の子が引っ越してきて、またまたもっと近くなって、まあ喧嘩したりするんだけど、なんか週に何回も何回もご飯を食べに来たりとか勉強一緒にしたりとかしてて仲いいんですね。でまあそれはボーイフレンドっていうか彼氏ではなくて単なる勉強する友達みたいな感じで、いやまあなんかいつもパジャマとかでうちの娘をお迎えしてるんですけど、まあその子と一回喧嘩したんですよ。喧嘩した理由が、喧嘩っていうかなんかそう仲違いした理由が、あのカンニングペーパーを回さなかったっていう理由だったんですね。ね、カンニングペーパーを回してもらうつもりはなかったけど英語だった。で彼は、まあ、9点とか取るんですよ。で彼女は10点満点でね、90点か。で彼女はまあ、60点だったか65点だったか低かったんです。でも、 もう最初からカンニングする気はなかったんだけど、なんかカンニングペーパーを回すっていうのは友達っていう意味があるらしいんですね。うん。で、まあ、友達だから、仲いい友達だからそう見せてあげるみたいな。だから見せ合いっ子っていうのがすごくあって、やっぱりその見せない人、そのいい点取っても絶対見せない人もいるし、そのカンニングペーパーを回さない人っていうのは友達じゃないっていう感じなんですよ。そのお友達の男の子は娘にカンニングペーパーを回さなかったと。そこになんか深い意味を持たせるんですね、若いその学生というの。でカンニングペーパーを渡さなかった。でみんなに、あんたの長女めっちゃ友達なのになんでカンニングペーパーあんたのところに回ってこなかったんだみたいな、みんなにけしかけられて、でまあそのいつもは頭が悪いグループ、5点とか3点とかしか取れないグループがなぜか9点10点取ってるから、先生はもう激怒りなわけです。もう先生にはバレてる。で娘曰く、その別にカンニングする気はなかったけど、実際だって英語は自分がいい点を取りたい、勉強したいと思ってるところだから、どこが間違ってるかを知りたかったし、なんかここが間違ったんだっていうのが分かった方がいいから、とりあえずカンニングする気はなかったけど、どうして私にまた回さなかったんだっていうことと、周りからすごいけしかけられたらしいんですよ。あんた友達なのに裏切られてるじゃんみたいな、うん、でまあそれはいいじゃん、それはまあよくある内輪喧嘩っていう感じで面白いなと思って見てたんですけど、まあ彼女はちゃんと怒ったんですよね、彼に。どういうつもりやみたいな感じで、もう分かりましたみたいな、もうあなたの話は聞きたくありませんみたいな感じで、もう仲良しするのやめようねみたいな感じになったらしいですね。でもまあ彼は散々謝って、ごめん間違えた間違えたみたいな感じなんだけど、結局娘は、結局あいつも私のことが羨ましいんだわみたいなお嬢様感覚っていうか、なんか私のことが羨ましいからああいう風なことをするんだみたいな感じになっていて、まあ、その時は激怒りだったんです。でも親としては怒れる関係とか、もう絶対話したくないとか許したくないって思ってるのに、許した方がいいよとかは言えないんですよね。だからああそうだねっていう感じ、まあ、かわいそうだな、ちょっとほら嫌な思いをするっていうのは人間関係なんてもあるから、まあ申し訳ないなみたいな感じだったんです。申し訳ないっていうか、まあかわいそうっていうかね、なんて言えばいいんでしょうね。まあでもまあちゃんと怒れたし、ちゃんともう会いたくないって言って会ってないんですね、それからね。で彼の本当に隣の家に住んでるみたいな感じなので、彼のお母さんに会うんですよ。そしたらなんかその話は全然なんかギャグっぽく話さないっていうか、ねえなんかカンニングとかしちゃって、まあ、バレバレで娘に怒られてみたいなこと言って、そしたらなんか彼は、親はカンニングとかをしたら殺されるような家に住んでいるらしいんです。えみたいな。だからなんかさ、その私も前ね、なんか子育て の友達が子育てのやってる人で、いやうちの息子もねカンニングで先生に呼び出されたことがあるのよとかって言って、でもそれは私がねいい点を取れって言ってたから、やった息子にやらせてたことでみたいな感じで、じゃあ本気で悩んでるお母さんがいたんだけど、いやカンニングぐらいみんなするしみたいな、そんなのでいちいち怒ってても意味ないからねみたいな
なんかそのやっぱり勉強の大切さっていうのはその場その場でちゃんと理解できるかどうかっていうことで、でも将来に関係ない、科目とかあるじゃない、そういうなんかさ音楽とかさ、なんか体操体育のさ、なんか筆記とかさ、ああいうのをさ、うちの娘もたまにカンニングしてるような気がします、美術とか。でもなんかそのことに対しては彼女が決めたことなので、それを学ばないで生きていくって決めたんでしょっていうふうに親は見ているというか、カンニングは普通そんなので、もうなんか、まあ、確かにやっちゃいけないことだけど、なんか 親がそんな風にって思わなくてもよくないって思って、すごい真面目な人たちだなと思ったんですよ。いやそりゃ1回ぐらいはさ、カンニングされてもね、先生に呼ばれたりとかすることあるし、そんな大したことじゃないんじゃないのって思うんだけど、なんかそれで今その彼のお友達のうちはすごい、まあ、すごい怒られるっていうので、その話をしてなかったらしいんですよ。不仲になったともう会いたくないと思って。お母さんに言ったらさ、本当にさポーカーフェイスで何もなかったように見てるから、なんかこの人すごい大人だなと思ったら、大人だなじゃなくて息子が全然なんか内情を話さないっていうことだったんだみたいな。で結局その彼の毎日の努力というか、うちに遊びに来てご飯食べなよとかいろいろやったらしくて、娘も、まあどうでもいいかなっていう風になったんですよね、結局ね。でまた仲良くしたみたいなんだけど、その時に彼が言ったことが、クレアなんか親に話したのこのことって言ったら、いや全然話したよって、なんて言ってたって、別に全然気にしてないうちの親はみたいな。なんか自分がやっぱカーニングしたということでジャッジされるとか怒られるとか、でももともと頭悪いの知ってるから、なんか9点なんか取るはずないし、別にでもそのことに対して何とも思わないっていうか、まあ何そのね、落ちたくない、その進級できないかもしれないから、そのためにやったのかもしれないし、まあそういうふうに楽をしたいんだらそれはそれでいいんじゃないのっていうか、なんか別にそれで誰かが得したり損したりすることはないじゃないですか。その東大で男性が下駄履かせてもらってた、受験で下駄履かせてもらってたとか、そういう世界の話ではないから。でもそれをやることによって何か得することがあるのとかっていうと、何も得しないし彼らは。でもなんか彼はすごいそのことに対してすごい驚いたみたいな感じなんですね。で 親にそんなこと言ったら絶対怒られる、あだからカンニングするんだなと思ってうち怒られないから、あそうなんだみたいな、なんかカンニングペーパーみたいに準備してる時あって、えこれ何すごいちっちゃくフォトコピーしてるけどカンニングペーパーなのみたいな、もうなんかもうなんか美術史とか勉強したくないからとりあえず持ってくみたいなすごいおもろいなと思うんですけど、へーみたいな。なんかそれでもし親が呼ばれても、あそうですかすいませんって先生に謝うと思うんだけど、あじゃあこれからちゃんとやらないように言いますって言うと思うんだけど、そんなに私がいい点を取らせようとしてるからいけないんだとかっていうことはなんないなと思って、なんかそういうところも基本的な点数に対する考え方とか勉強に対する考え方とか子供に対する考え方は違うんだなと思いました。なんか結局そのあなたの責任だからねっていう、勉強しなくてどうなっちゃうのはあなたの責任だし、結局そこはすごいなんていうかな、逆に厳しいんじゃないかなと思いますね。だからなんか親に言う、だから結局さ親がどうも思ってないかっていうか、まあ、カンニングくらい一生に一度や二度はするんじゃないのっていう話じゃないですか。多分私もすごいちっちゃい時はしてたと思うし、あんまり覚えてないけど多分してたと思う。なんか点数いい点取りたい時とかあるから、多分隣の子のとか見たりとかしてということでカンニングはいけないのかどうか、そんなのはどうでもよくてですね、人生においては、ただ勉強はなんでしなきゃいけないのかっていう、自分がやりたいことはないのかっていうところが一番大切だから、どうでもいい科目とかをカンニングしちゃったのはしょうがないんじゃないのかな。だって全然役に立たない、人生に絶対役に立たないものとか、私たちは勉強させられてきて古文とかあれ何だったんだろうみたいな、あるじゃん。それを全く疑問を持たずに全ての教科を満点取れば人生がうまくいくみたいな方が逆に怖くない？ちょっと待ってって思わない？
だって世の中がどう動いてるかというのと今勉強していることのカリキュラムが作られた時期っていうのは違うわけだから、高校生とか特に小さいね。だからなんかそこら辺もちゃんとね、どうよという話でした。ということで、今日もご視聴ありがとうございます。